欲しくてしょうがないんだよ。あれ、海のこととなると一生懸命一緒に潜る仲間が増えて嬉しいんだよ。お前をぶん殴って海に沈めることだよ。素敵な秘書ですね。うるせえ、こんなにライラキしてやがって。貴様でしょ。話なら後で家で聞くから。